この感じ、シャア・アズナブルか。いや違うな、なんだ。バラなんか植えるなっての。まさかこんな子供が。え、こちらのことだ。どこの所属の者か、少年。どうも、俺迷っちゃって。ここ広いでしょう。所属は。うわ、ごまかしは効かん。貴様は誰か。ハマー様。ん、もう一度聞く、所属はどこだ。どこだって言っても分かんないんじゃないかな。今度は脅しではないぞ。撃つな。なんだ。言わんか。何。待て。俺の所属はアーガマなの分かった。うわ、アーガマだと。やはりアーガマのクルーに潜入されたのか、我がアクシズは。おい、なんだろう、あの女。変なもの見えたけど。ここからエウゴのモビルスーツが来ています。爆弾を大量に抱えているようです。あの時の少年か。面白い。ハマーン様、ダブルゼータのパイロットはリーナという人物を探している模様です。リーナ。はい。グレミートトが連れていた少女か。おそらく。戦闘中に人探しか。あの少年、今までのニュータイプとは違うタイプかもしれん。来ました、ダブルゼータです。モビルスーツ部隊は何をしている。スピードが。うわー、新型だ。調子に乗るな、ダブルゼータ。え、どうしたの、ジュド。あの女の声だ。ホロスコープを出せ。はっ。あれ、なんだありゃ。お前の探すリーナはこの船にいる。ハマーン・カーンだ。返してほしくば迎えに来るのだな。騙し討ちにする気か。信じなければそれもよい。ナリーナとは永遠に会えなくなるぞ。ジュド、やめよう。都合よくいるわけないよ。黙ってろ。これから行く。誘導してくれ。誘導してやれ。しかし。構わん。おっと、それ以上近づくと爆発させるよ。パイロットだって一人だけじゃないんだからな。あの女だ。ハマーン様。え、来い。ジュド、そこから動くな。ハッチ閉めとけ。何をぼやっとしている。ハマーン様をお守りしろ。はっ。変なことしたら手榴弾が爆発するぞ。分かっている。二人きりで話したかったのだ、少年。ジュドだ。俺はジュドアーシだ。ジュドか、なるほど。お前と私は互いに引き合うものがあるようだな。プレデッキでお前を見て、そのことがよく分かった。お前には分からんか、私たちが同じ人種だということが。同じ人種？勝手に決めるな。リーナはどこだ。リーナなどはいないよ。騙したのか。お前には分かってるはずだ。何か惹かれるものがあるからこそお前はこの船に来た。違うか。違う。ニュータイプならば私に従うべきだ。そうだよ、受動は明日。なんか不思議な感じだ。それにいい匂いがする。おかしいな、こいつは敵じゃないのか。我々が敵対する理由など何もないんだ。我々は同じニュータイプなのだからな。さあ、私と共に来るのだ。いたぞ。こっちだ。あんた、
俺の敵だよ。ジュード、いたぞ。こっちだ。ハマン、ジュードは明日、話を聞け。ハマン様、おどきください。待て、かばってくれるのはありがたいけど、あんたは怖いんだよ。ジュード、ジュードは明日、アーガマのニュータイプか。この感覚は。ハマン様、ミネバ様を頼む。はっ。失望したぞ、ジュドーアシタ。お前がそれほど子供だとは思わなかった。残念だったな、せっかくのパーティーがめちゃめちゃになって。動くな。お前にはわからないのか、このパーティーに駆けつけ我らネオジオンに尻尾を振る大人どもこそ、この地球を腐らせる根源なのだと。だからってあなたに正義があるとは思えないな。私はアステロイドベルトでゾッとするほど暗く冷たい宇宙を見つめながら何年も生きてきた。その間に地球の愚かな人間たちは何をした。地球再建に奔走するあまり地球の汚染を顧みず、あろうことか汚染を拡大させてきた。それは許すわけにはいかない。私はお前といるとスラスラと本心を喋ってしまう。不思議なものだ。そんなこと言っても俺はあんたのものにはならない。分かっている。お前には確かにニュータイプの要素を感じるが、お前は流れに乗るということを知らなさすぎる。直感だけに頼っていればいずれ破滅するぞ。ニュータイプなんて知らないね。俺はリーナを助けるだけだ。この後に及んで私の感情で動くとは。初めは私に期待を抱かせ、最後の最後に私を裏切る。ジュドーは明日、お前もだ。うわっ。お兄ちゃん。リーナ。お兄ちゃん。そういうことか。甘いな。グレミートとはジュドーは明日の切り札を持っていながら使い切れずにいたかが、もうその切り札も。そんな。どけ、リーナ。いや、今度は私がお兄ちゃんを助けるわよ。リーナ、この戦いはもう。嫌いだね、そういうベタベタしたのは。続きは天国とかでやるんだな。お兄ちゃん。あ、リーナ、しっかりしろ。リーナ。お兄ちゃん。この私にこんなにもプレッシャーをかけた。ジュドーは明日、あれは危険すぎる。お手数ですが、もう一度身分証を確認させてもらいます。コードナンバーを言ってください。もう十分じゃよ。おじいちゃん、コードナンバーですよ。わしは子供はおらん。
すいません。身分証を見せてください。ちょっと返事してよ。身分証明書持ってるんでしょ。いきなり後ろから触るのは失礼でしょ。だったら身分証明書見せてよ。なんだ、そうか、敵が来てたのか。そそっかしい子だ。計画通りでございます、ハマン様。うん。ぶしつけではありますが、何か気になるのです。私には全ての悪しき者の根源をあなたの体から感じます。悪しき者の根源ですと？けれどそれはただねじれただけのもののようです。樹道の思いと変わりはありません。それだけはお忘れなく。たわごと私がここにいるというのに、今の樹道はどういう方か存じ上げませんが、お健やかに。光の教えのままに。光の教え。誰が動かしているのだ、この感覚。樹道アーシだ。強いぞ。ルナ、逃げろ。格が違いすぎる。分かった。来るのか。樹道アーシだ。この声は、ハマンカーン。また会えたな、樹道アーシだ。なんでこんなところに。もう一度話がしたくてね、会いに来たのだよ。私に従え。そうすればニュータイプとしての力を認め、犬死にをさせずに済む。犬死になんかするつもりはない。分かっていないようだな。分かるさ。あんたら大人が起こした戦争はみんなを巻き込んでいくってことぐらい。子供のセリフは聞けないな。大人の好きがいけないってんだ。あんたって。そうだよ。お前が生身の人間を殺せない可愛い坊やだって知っているのさ。何よ。何、許さない。俺は絶対に許さない。許さないぞ。そうか、来るというのか。樹道は明日。行ってはいけません、樹道さん。俺の目の前でこれ以上人が死んでいくのを見たくないんだ。ダメです。あんたの妹が死んだんだぞ。これもハマーンという女のせいだ。そうです、ハマーンは危険です。でもとても悲しい女性です。ハマーンは冷たい宇宙に追われたから地球圏の人々を呪ってきたんだ。だから悲しいのです、彼女は。ですから俺は行くんだよ。樹道さん、サラサさん、樹道の好きにさせてやってよ。でもどこかで許さなければ憎しみが。感じるぞ、ハマン。動くな、そこを動くな。ハマン。人払いしておいたよ、樹道。安心しろ。お前のせいで、お前のせいでみんな。私がなぜこのような形でお前に会いに来たのかわからないのか。わかればラサラさんは生き返るのか。何を言っている。リーナだって苦しまずに済んだ。だからお前は飛べないのだ。
それでは魂を重力に惹かれた人々と何も変わらん。私に失望させるな。私と共に手を携えてニュータイプの世作りをしようではないか。ハマーンは悲しい女性です。さあハマーン、そこまでにしてもらおう。邪魔をするのか、スタンプ。その子供に煮え湯を飲まされた。あなたの問題は別だ。女の問題か、俗物め。人生を楽しむことと主義の問題は別だ。スタンパ、ジュド、避けて。うお、ハマン待て。撃て。ハマン来るなっての。行くんだ。ジュド、モビルスーツを出せ。オンだ。ハマーは来たよ。バイカルの間違いない、柔道だ。この感触、柔道。行け、早く。柔道は明日。やはりお前か、ハマー。まったく、こういう時に。元気のいい。それが俺の取り柄だよ、ハマーンさん。今すぐミネバ様を返すなら、お前たちは無事コアスリーから出してやる。見えすいた嘘はよせよ。私は今グレミーを倒すことだけで手一杯だ。ならなおさらミネバは渡せないな。こんなチャンスはそうそうない。お前にはグレミーがどれほど危険か分かっていないのか。グレミーはあのジオンを復活させようとしているんだぞ。お前だってそうだろ。私はミネバ様をジオンの血を利用してザビ家を見返したいだけだ。しかしグレミーは血の力だけで宇宙を治めようとしているんだぞ。宇宙を血で染めようという男だ。お前にはわかるはずだ。わかるよハマ。結局はあなたのやろうとしてることも同じだってね。ジュド、それは違う。同じ結果になる。それが俺にはわかるんだ。ジュド、そのまま逃げるというならば、お前たちを撃ち落とす。お前のお宝のミネバがどうなってもいいのか。お前たちに連れて行かれるくらいならば殺す。ミネバ様を苦しめたくないからな。ハマン、ミネバ様を返すならば、お前たちの命は保証するよ。この子たちと一緒なら殺されてもよい。ハマン、ミネバ。私がミネバザビを利用しているなどという非難はもう聞けないな、ジュド。ジュド、やめろ。私は行きたくない。ハマーンは本気だ。ここでこの子を心中させるよりは、今はハマーンの言葉を信じよう。でも嫌だ、連れて行って。今は私の足を引っ張らんでくれ。そうだと分かった。逃がしてやれ。私に恥をかかせるな。しかしハマーン様。しかしコロニーの外へは出さんぞ、ジュド。キャラ、だから俺が。ハマン、キャラは死んだ。ジュド、どうして私がここにお前を呼んだか分かるか。分かるよ。センチメンタルだよ、あんたの。よく言う。ここはジオン発祥の地だ。そしてお前と私が初めて会った場所でもある。ここがお前の墓場になる。No!
モーサを壊すリーンに激突させたのか。ハマーン、もう終わりだ、ハマン。お前の足場は全て破壊された。小ざかしいことを少年が言うのか。後ろを取った、柔道。あんたも落ちるぞ。どうかな、柔道を明日。柔道、そんなもので。とどめは私の手で直接刺してやるよ。私と来い。あんたの存在そのものが鬱陶しいんだよ。あんただけ行けばいい。どう言われようと己の運命は自分で開くのが私だ。ハマン、お前の命もらった。動けったら動け。ハマン、このパワーは。なんだ、あれは神指だ。動け。なんで私の手が。わかるぞ、ダブルゼータがみんなの力を。みんなの力がガンダムに。人の思いが、人の意志が力となっていくのか。これがニュータイプ。あなたには見えているはずだ。戦いで無駄死にをした人の意志が。人は生きる限り一人だよ。人類そのものもそうだ。お前が見せてくれたように人類すべてがニュータイプになれるものか。その前に人類は地球を食い尽くすよ。そんなに人を信じられないのか。憎しみは憎しみを呼ぶだけだって分かれ。憎しみを生む者、憎しみを育てる血を吐き出せ。吐き出すものなどない。自分の頭だけで考えるな。今持っている肉体にだけ囚われるから。肉体があるからやれるのさ。どこへ。柔道、上。もらった。相打ちと言いたいが、私の負けだな。なぜもっとファンネルを使わなかった。一騎打ちと言ったろ。その潔さを、なんでもっと上手に使えなかったんだ。持てる能力を調和と協調に使えば地球だって救えたのに。アステロイドベルトまで行った人間が戻ってくるっていうのはな、人間がまだ地球の重力に引かれて飛べないって証拠だろ。だからってこんなところで戦ったって何にも。そうさ、さかしいお前らのおかげで地球にしがみつくバカどもを抹殺できなかったよ。
すべてお前たち子供が。おい、下がれ。帰ってきてよかった。うん、ハマン。強い子に